紀王市の衛星画像人民広場紀王市は、中華人民共和国紀州省の省と、市内に森林が多いことから林城の別名がある。市名は、紀山の南にあることに由来する。小中央部に位置し、東及び南は、県南区遺族名青族自治州、西は、安順市、北は、筆説市、順義市に接する。古来より少数民族が拡挙し、 戦国時代には野郎国の地であった。東大になると、右行以南の地域に、紀ビ州を設置、地域は、ノリ州に属した。壮大になると、紀州と、海省、1279年には八番だ治む、戦意1282年、純元東路軍民戦意を設置、1292年には、純元、八番の両戦意を統合。 八番順元の分子と元水府を起用に設置し、器州と称された。秋代になると1413年、器州とどころを受けた周り線府正指紙を設置され、小久行政単位が成立した。1568年、紹介は、定番府が器州上に編入。1569年にほど、番府が起用府と解消され、起用の行政区閣名称が使用されるようになった。 1601年、起用府は起用軍民府と解消され、民末には新規県、規定県、改修、高順州、定番州を管轄した。1659年、新庁は起州準部中起用軍民府を設置。1666年には、運起総督が起用に駐留している。1687年、起用軍民府を起用府と解消。 新末には鬼畜、基築県、基底県、竜里県、州文県、海州、高淳州、定番州、羅国町の4県3州1町を管轄した。中華民国が成立すると1914年、寄王府が廃止され、寄王市が成立、当初は、県中道の管轄に置かれた。1920年、同政が廃止されると、寄州省庁公所の直轄とされ、 1936年の行政正しさつく制度の施行に伴い、第一行政正しさつくの所管とされた。1941年7月1日、行政院により、起用市設置が正式に認可され、1949年には市内に9区を設置している。1949年11月5日、共産党軍が企用市に入場、11月23日に、 清市人民政府が成立している。翌日清行政正しさ指委員公所が、州分圏に成立、下部に、州分、流佐と、規定、の呂市、海洋、鬼築、清鎮めぐみ水、亀安、長潤、ラオサムの11県を管轄した。1952年、清区行政正しさ指委員公所が廃止となり、規定選区に、改変。 1954年3月には基地区県の大部分が、同年12月には安潤戦区管轄の清鎮、修文、海洋の3県及び県南州管轄の恵水県が清市に移管されている。1963年10月、海洋県は順義戦所、修文県、清鎮県は安潤戦所、恵水県は県南州に移管された。 1972年、市内に白雲区を新設。1996年には、安順地区管轄の清新市、修文県、壱呂市県、海洋県が、清市に移管されている。2001年1月、市内に小川区が新設された。六市かつ区、一県級、市、三県を管轄下に置く。清市清線区標高線100メートルに位置する、 高原都市で年間を通して極端な寒さや暑さもない過ごしやすい気候である。1月の平均気温は5.5度、7月の平均気温は24.4度、ネオ平均気温は15.7度、年間降水量は1117.7ミ、mm、リメートルである。1992年期州省内唯一の企業ハイテク産業開発区が成立し、2000年に 再編が行われて、新天ハイテク産業パークと、近明ら科学技術産業パークが新設された。2004年の全市生産総額は、対前年比13.8%増の438.5億人民元であった。企業流動保国際空港。ありがとうございます。